ZX400G1、川崎ヘビーインダストリーズ川崎 ZX-4 は、川崎重工業が、日本国内向けに製造、販売していたオートバイの車種名。1987年の第27回、東京モーターショーで、輸出向けモデルの ZX-10 とともに、発表され、翌1988年より、販売開始。 それまで 400cc クラスにレーサーレプリカをラインナップしていなかった川崎が2ストローク 250cc クラスの KR-1 とともに初めて世に送り出したレーサーレプリカタイプのバイク。特筆すべきは1988年の鈴鹿4時間耐久レースにてモーターサイクルドクター須田の車両が優勝したことである。 モーターサイクルドクタースダの技術と ZX400GE の潜在能力が高かったと言える。メインフレームは E ボックスフレームと呼ばれる専用設計のアルミ製をし出し材、火のあざ断面のツインチューブを採用。また搭載されるエンジンは川崎における初の 400cc 専用設計となるサイドカムチェーン方式の水冷 DOHC4。 バルブ直列4気筒、最高出力 59PS は当時の自主規制値であるが、乾燥重量が 152kg と 400cc クラスにおいて最軽量の車重であることと、相まって 400cc クラス最強とも言われる動力性能を発揮した。エンジン形式は ZX400GE で、このエンジンは ZX-4 の販売終了後も、 ZX-R 残サスへと受け継がれた。ZX-400GE は国内4メーカーにおいて並列4気筒エンジン 400cc 専用設計に限定すれば現在でも最も新しい設計のエンジンである。また、ZX-4 のエンジンは単体で 40kg 台と軽量小型化が進んでいた。ZX-4 の難点は ドン付きの強いエンジンと少々貧弱なブレーキキャリパー、フロントライトな点であろうか。カラーバリエーションは、たった1年という短期間の製造販売の割に、G1、G1A、G1 バイトの3タイプ5色もあり、G1 は貴重色に直線的なラインを差し色としたカラーリングで、エボニーとホワイトの2パターンをラインナップ。 G1A は鈴鹿4体優勝を記念した、ライムグリーンのフォーミュラマイナス3カラーリングモデル。G1 バイトは、ツートーンカラーで、レッド、ホワイトとブルー、シルバーの2パターンのラインナップ。フレーム番号で前期後期モデルが存在、大きな変更点として噛むチェーンテンショナー、その他細かな見直しが図られた。このバイクは、 当時の流行に合わず、1988年の1年間のみ、製造され生産終了。ZX-4ZX400G1、ZX400G1 バイトよ1989年には、後継車種の z x r 4 0 0 2 0 0 c c 機関モデルの座を譲った。製造期間が1年と非常に短く、 販売台数も極端に少なかったため、希少者の扱いを受ける。ありがとうございます。